今回はロシデレ第12話に対するリアタイ民の反応を紹介していきます。最終回通常で OP 来たー。この OP ほんとできいいなー。スーパー動画工房タイムも終了か。いい時間だった。提供悪役かお。いい目の提供。どう見てもラスボス提供。一期のラスボスは妹。妹のこのカット好き提供。妹ちゃんの本気を見せてくれ。リハ。本番と同じ会場で練習できるのいいね。全校生徒が入れる行動って、でかくね。なれやろうなー。帝王教育されてるから、適当。自当。ね。簡単でしょう。どんな秘策なんだ。雪真面目にやりつつラスボスムーブ楽しんでそう。この兄弟子は、誰が見ても兄弟。互いに顔がフェよ。そりゃ一線超えたからも早宿的に。絶対、この兄弟、楽しがってるだろ。関係者以外が近くにいても化けの皮が剥がれかかっている雪。アーヤさん基本寛大。照れた。アーヤさんは裏表のない素敵な人です。そしてちょろい人です。褒められるとすぐ気が緩むアーヤちゃん可愛い。潰し甲斐があるって言われてるんだぞ。いい顔するねーし妹。その下からのアングルの悪い顔いい。おめえらの間に最初から友情なんてねえだろ。妹だし友情は元からないから問題ない。兄弟バチバチ。怒った?怒ってないよ。いい目だ。顔が兄弟すぎるだろ。これはいずれ、お家できつもんだわ。オラワクワクすっぞ。妹ちゃん内心大丈夫?妹冷や汗かいとるがな。目がいっちゃってんよ。顔怖えよ。狂気を感じる。わからせですか。こいつら楽しそうっすね。じゃんけんは見切りゲー。じゃんけんを見切りゲーというのが当然のこととして受け入れるのか。どんな動体視力してるんだ。コイントスの裏表。コイントスの方が公平とは思えないですが。じゃんけんが見切りゲーならコイントスも見切りゲーでは?忍者じゃダメやろ。かわいい。あざとい。マーシャの存在が癒しだな。ちゃんとできるの?わわろた。さて、マーシャさんはできるのかコイントス。レールガン始まった。白身の CG100 円玉。100円玉のどっちが表か知ってる?心の声。対空時間長いな。あの間わずか 0.01 秒。なんか頭脳戦らしくなってきたな。無事に取れた。落とさなかったな。取れた言った。かわいい、奇跡的にできたかのように。真っ黒クロスケを捕まえたシーンかな?裏でした。100が裏ってよく知ってたな。心理戦だ。深読みしすぎでは?なんかドツボにはまってるような。おそらく兄ちゃんはその辺も読んでそう。横顔だと目が決まりすぎてるだろ。さすがに敵を見誤るポカはしないか。豆腐メンタルバレとる。心の中であやおちゃんとさん付けなの好き。目がもはや物理的な戦の目なんよ。ゆきちゃんずっといい目しますね。ゆきのこの悪い顔の目好き。先行は負けフラグ。高校の方が怒ったりして。さてどうなる?もう終了式。校長先生のクソ長、あれ終わった。風紀員だ。まだ2ヶ月だったの。会長、新しい制服の発表は。やっぱり7月にこの制服は暑いって。筋トレもか。宿題と筋トレは毎日コツコツ。筋トレは正義だからね。筋トレはやろうって思っても気づいたら2日で終わってる。お散歩といえば何?それそこでする話?マーシャさん、雑談になっとる。一人だけほんわか。OP のシーンだ。先行、おひいさまゆきちゃんのターン。綺麗な雪。このスマイルも逆に怖い。新生徒会発足2ヶ月後に来年の話してるんか?来年のこと思う選挙活動していくなんてとんでもねえなこの学校。オタクのヤジで草。投書箱。意外と普通だな。投書箱利用率低すぎ問題。目安箱マジで誰も入れてくれないからな。暑そうだな、てるあきちゃん。ライトの横暑いよな、わかるわかる。それはそう。まあ投書箱はあんま意味ないよな。寝ている生徒が一人もいないだとこれは名門校。そんなことできるんか。もう街頭演説みたいだー。陰キャ、やめろ。雪、悪い顔出てんぞー。本性見えかけてる。スタンディングオベーションしてる奴がいる。面白いかもしれない、って言っただけだからねー。できそうなのははっきり明言してできるかわかんないものは面白いかもとふわふわした表現で避ける、うまいねー。政治家の選挙公約と同じよな。今の総裁候補と同じようなこと言ってる。
こういう公約はどうせ予算でつまずく。カリカリしてる。マーシャさんかわいい。完全にマーシャさんのセリフがお母さんなんよ。綾野登壇。美少女バレしたぞ。ちゃんと髪決めた綾野かわいい。応援演説もここでやるの。使用人って言っちゃっていいの？従者、ド M メイド。ふんす。貧困法制。おごり高ぶったところがない。がっちり仮面もかぶってます。先行を取って完封勝利狙い、遊戯王かな？挨拶は大事だ。スタンディングオベーションしてる一人目はロタ。いよいよアーヤさんの番だ。アーヤさん、頑張ってー。のし。勝ったな、ガハハ。アーヤにはアウェイすぎる。ロシア語で演説始めた。なんて？日本語でオケ。まくし立てるロシア語。出れてないのにロシア語が。上智大学ロシア語学科卒のロシア語だ。これはアリサの武器。注目を集めるにはまずいい手だな。すまねえ、ロシア語はさっぱりなんだ。ここではリンとの言葉で話せ。字幕くれ。しれっとデレ入れてそう。は？緊張すぎでロシア語？真顔で言うことじゃねえ。あつ森が出てしまいましたみたいなノリで。そうはならんやろ、視聴者の感想。なっとるやろがい。軽く滑った？そういう作戦だったのか。なるほど、ムードを変えるための武器か。冷や水になったな。言うねえ。それ誰が証明すんだよ。疑問を持たせて視線を集めるには効率的。努力するのは大事だよね。今の会長も努力型だし。普通にしてるけど2カ国語話せるの努力がないと無理だよな。失敗は成功の母。最終回特有の回想。まっすぐだな。ひたむきが伝わる。応援してもらう路線、努力家でまっすぐなあやらしい演説。これからの私を見ていてください。今夜で最終回。結果を出せなかったらやめる宣言。パチパチ。拍手してない人もいるんだね。桜は仕込んでない、多分。公約なかった気が。本当に自分の紹介だったな。今までから考えると上出来だな。ついていきたくなる人か応援したくなる人か。選手交代クゼマサチか。マサーチカがラノベ主人公みたいなこと言い出したぞ。ちょっと買ってくる、一度は言ってみたい言葉だ。別に倒してしまっても構わんのだろ？何する気だ？影の実力者。影の副会長。あはは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 。また微妙な空気。ご丁寧に謎の中にポーズまで添えて。とりあえず一笑い。滑り芸つかみ完璧。こういう時にたけしが刺さる強い。たけしいいやつすぎる。漫談が始まった。ちゃんと振った。ノリが芸人。乗り換え早すぎーで笑った。お兄ちゃんうまいなぁ。推しの会長候補の子。公衆の面前であーや呼びしやがって。人を引きつける人。それバラすのか。注目のモブ。引きつけるのうまいなぁ。会長はマサーチカでいいような。この辺は正直な気持ちなんだろうな。公衆の面前で愛称で呼ぶのもうこれ実質告白でしょ。ここでサプライズ人事。そこで利用すんのか。うわぁうまい。これはなかなか強いカード。ボキダキター。ロシデレ界のボキタ。かつての敵が味方になる熱い展開。これは強いな。宮前さん慣れてるな。やってくれるね、お兄ちゃん。これが派閥根回しだ。マサーチカが強すぎてなんでお前が会長にならないねん案件に似てそうだが。すげえ拍手だ。演説の見せ方が上手すぎる。谷山と宮前出てきて盛り上がったな。敵だった相手が味方になる展開はみんな大好きだからね。これには観客もスタンディングオベーション。勝ったな。マサーチカの力で勝ち取った拍手じゃないの？マサチカーの立ち回りの後にまたしてもアーヤの力で勝ち取ったものだと自信を持たせるの本当にうまいよな。ここで CM。そういえば CM まだだった。長かった。盛りだくさんの前半では、また解釈違いがあったらブチ切れてほしい。アリッサ。生徒会に入るというのは嘘ではないのね。陽気のハーサカさんかわいい。第二の愛称アリッサ。作詞作に溺れる。綾野ちゃんはようやっとる。敗因は先行を選択したことだ、メタ。強キャラ感。狙ってない。狙わずにこの強キャラ感を。急に元に戻る感じ好きだなぁ。妹のじとめ好きだわ。あーや学年1位で雪が2位か。会長候補1、2フィニッシュすげーな。33位。何でもお願い聞いてくれるチャンスが。おっそうだな。33位ってすごいはずなんですけどね。私はてっきり。てっきり何よ。自分が勝つとは思ってなかった。
まさきか勝つと思ってたわらわら。名前呼び。下の名前呼びイベントか。まさきかは本当にあーやのことをよくわかってるな。こいつら、ういういしい。付き合いたてのカップルかおめえら。名前呼びを求めた本人もだいぶ恥ずかしがっててどうするよ。はよ付き合え。急にラブコメに戻ったな。デートってこと？水着会をやるにはもう尺がありませんよ。サブタイ回収。あ、今のでバレない？今のはロシア語理解してないと振り向けないのでは？ OK もらえた。最高の笑顔だ。かわいいなぁ。日本語で言ったぁ。アーヤさん最後に思いっきり出れた。お前らはよ付き合え。これでロシア語がバレてないって思ってるの本当にちょろい。ED 最終回だった。ED の歌詞につなげてきたな。最終話にしてオリジナル曲。スミペアルバム完成。花模様やあーや CV 上坂すみれ。知らん曲かと思ったけどオリジナルなんか。逆に特殊 ED なのね。なんだこの卒業式のような ED は。このスクロールしてく ED キー作品館。シーズン2。ロシデレ2期制作決定きたー。2期制作決定ありがとうございます。お、やっぱり2期あるか。分割にクールってシーズン2、いつになるんだろうな楽しみ。2期は4巻と 4.5 巻がメインになるので楽しいイベントが多くなるはず。あーやさん、もう2期決まったけど推しの子も絶対3期やるだろうし動画工房また忙しくなるやつ。からの提供目である。角川目。最後の最後であーやさん角川目隠し提供は台無し感あって草。このまま全てが解放される夏休みに突入したらえらいこっちゃ。2期は毎回チラッとおパンツを見せる隣のあーやさん白、小声。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。